はい、こんにちは、こんばんは、高田です。いや、ドルが相当強いですね。昨日も昼あたりから延々こうドルが買われてる状況です。まあ、僕自身はこうドルの強さは見ていくつもりでスワノファン見ていますんでね。まあ、特にこう違和感なく見れてはいるんですけども、ただここ最近急に強くなったわけではなくて、まあ、ずっと強いですから、少しまあドルを買いにくいとかね、まあ、若干こうドル売り目線で見てしまうとか、まあ、そういった気持ちも十分わかるんですよね。ただなかなかこう相場というのは、すぐに反転するわけでもないですしね、反転するためには何かこうきっかけとなるような動き、こういったものもあるものなんですけども、まあ、今はそういった状況もないような形です。しっかりやっぱりこう強いドル追っていくことになりそうですね。ではまあチャートの方を見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス1時間足に冷やしを重ねています。まあ、チャートはもう綺麗な上昇トレンド、もう今週は全部陽線ですからね。まあ、シンプルにまあドルを買っていけばいいという相場だと思います。まあ、少なくとも高値を更新してきているわけでね、ドルを売っていくような環境ではないかなというふうに思いますけども、ただ僕自身もドルの強さはもちろんこれは意識してましたけどね、ただまあいつ売りが入ってもおかしくない、かなりまあ警戒しながらまあドルの買い場を探っていくような状況でした。ただまあ実際のところはもう何のそのですね、もう昼あたりからずっと買いが入っていて、まあ今の時間でもこのドル買い続いています。単純にまあすごい相場だなと、まあドル強いですしトレンドも出てますからね、今日も高値更新はしっかり見ていきたいということになりますけども。ただまあこのドル、いつ売りが入ってもおかしくないというこの警戒モードはこれは解かずに今日も見ていこうかと思います。ですから、まあ、ドルね、今日も僕は買い場を探りますけどもね、ただまあこういったところで買いが捕まっていいわけではないということですね。はい、変わりましてこちらが4時間足週足を重ねています。週足を見てもしっかり高値ブレイクしてきてるんですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 と11週連続の高値更新、これだと波の起点がだいぶ下にあるのが分かりますかね。しっかりまあトレンドが出てるのはこれ十分分かるんですけども、ただまあちょっと強すぎる。上げのペースも相当早いですからね、仮に流れが止まってくると今度は調整の動きを見ていくことになります。調整見ていく場合、やっぱりこの大きなトレンドに対しての調整を見ていくことになりますから、例えばこういった小さな調整では済まないですよね。やっぱりこういった大きなトレンドのサイズ感に合わせた調整っていうのは見ていくことになりますから、そうするとまあ、どこからのタイミングでこういったドル売り、出てきてもおかしくないですね。このドル売りが環境を変えるわけではないですけども、ただ、こういったところのロングが捕まっていいわけではないです。レンジがもし見えてくるんなら下から買いたいところ。今はトレンドが出てますからね、どこが高値圏になってくるかというのは当然これわからないわけですけども、まあ、常に、高値になるかもなと、この考え方は持ちながらもこの強いトレンドに、乗っていく必要があるということですね。ですからまあ僕はもうこのドルの強さというのはね、あまりこう難しいことを考える必要はないと思うんですね。すごく強いわけですから、まあ単純にこう買い場を探るでいいと思うんですけども、ただまあこういった波の反転とか、まあ少しこう調整の売りとか、こういったものが入ってきてしまった時に、ずるずるいかないように、そこだけ注意ですね。まあ、これショート勢も相当苦しい状況になってしまってると思うんですね。まあ、こういった相場ですからあまり深い押しを想定しなくてもいいのかなとも思いますし、逆転の発想で見ていくんであれば、深い押しが入ってきてしまった際には、この反転とかね、高値圏っていうのを疑っていくというのも必要かなと思います。だからといってまあドルを売っていく必要はないにしてもね、買いは慎重にということにもなりますね。はい、変わりましてこちらが円指数になります。1時間足に冷やしを重ねています。まあ、円相場、まあ、こういったレンジになっているわけですけども、ここ最近は特にこう動きがなくなってきてしまっています。先週の木曜日金曜日あたり、まあ、これが少し動きましたけどね、まあ、これ以外は本当こう動きがもうないですね。レンジの安値圏で値が止まってしまっています。個人的にはこう上値の重さを相当感じるところですけどね、ただなかなか下にも抜けていかないと、決着というのがついてないような状況ですよね。このもう何かこうきっかけは欲しいところですけども、まあ、このきっかけの一つとして先週ですね、日銀の決定会合というのがあったんですけども、これでもまあトレンド生まれずということになりましたから、まあ、もうしばらくこの状況続いてしまうのかも、こうなってしまうとこういつ動き出してくるのかというのがわからないですからね、まあ、動いてくるまでしっかり様子を見ていくということでもいいのかなと思います。まあ、特にこの円相場、これが動いてないわけですから、黒線というのはまあ前提的にこう動きは相当鈍くなってしまうと思います。ということで、まあ、黒線よりもドルが絡む通貨ですね、このドルというのを今日もメインに考えていくことになると思いますね。
相変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。昨日の相場、それなりにこうボラはあった日だったと思いますけどもね、そんな中でこれ円が動いていないというのが、ちょっと痛いというかね、苦しい状況ですね。特に黒線あたりを見ていく際には、これ円は動いていないというところをね、しっかりまずは見ていくべきだと思います。やっぱりこうトレードをしていこうと思えばボラは大事になってきます。今ボラと考えていくんであればやっぱりこのドル、これよく動いてますからね、今日もこのドルを中心に見ていくということになってきそうですね。そして今のこのドル強いわけですね。ですから弱い通貨をしっかり見たいと。その際に今月すごく弱い通貨としてこのポンドというのがあったんですけども、昨日はこのポンド、さすがにというんですかね、ここ最近もずっと売り入ってましたんでね、リバウンドが入っています。とはいえ、これも昨日はポンドドルなんかを見ていくとドルがそれ以上に強かったですからね、やっぱりこう売りの流れが出てしまってるんですよね。たださすがにこのリバウンドの気配というのがこのポンドあたりは見えてはいますんでね、注意をしていただければと思います。強弱というのがね、やっぱり大事になってくるかと思いますね。はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。今週の週足もしっかり陽線になってきましたかね。木金とあと2日間ありますけども、大きな売りが入ってこない限り、今週はしっかり陽線になってきそう。そして今週陽線になれば、これはトレンドの継続ということにもなりますから、来週も高値更新はしっかり見たいと。ただこの位置、149円の真ん中あたりまで来てるんですね。ここからの高値更新となると、これはもう150円というのが、視野に入ってきます。いよいよという感じはしてきましたかね。前回の高値、これが152円、少し届かずというところでしたから、それを思えば、もう少しも上げ余地はあるのかもしれませんけどね。ただ150円、心理的な節目でもあると思いますんで、当然多くの人が注目をしているだろうと。そしてこの多くの人が注目するラインというのは、一度はタッチをしてくることも多いですからね、やっぱりこの位置では止まらないかもしれないですね。当然このチャート以外の要因、例えば介入とかですね、そういったものももしかしたらあるかもしれませんけども、ただそういったあるかどうかわからないものを今考えても仕方がないかと思うんですね。当然リスク管理というところで考えてはいかないといけないと思いますけども、チャートはすごく強いわけで、ドルも今すごく強いわけでね、この強いドル、まずはしっかり追っていくことにもなりそうです。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。冷やしを見ても上昇トレンド、ここでしっかり足場を作っているのが個人的にはすごく大きいかなと思っています。綺麗な上昇トレンドですね。先週あたりはこの高値圏で足場を作ったりもしていました。ですからもう少しこう小さなサイズの上昇トレンドなんかもこう同時に見えてくることになるわけですけども、どちらにしても高値ブレイク、そしても売りも入ってないような状況ですから、全くこう売りの流れが見えてこない。シンプルにこれもどこで買えばいいのかというのをまずは丁寧に探っていくような相場ということになってもきそうです。仮にこう売りが入ってくるにしても、ドーンとこう売りが入ってくるような形、なかなか今の状況では想定はしづらいですけどもね、仮に流れが止まってきても、今度はこの辺りで足場を作ることにもなりそうで、トレードという部分ではね、こういった押しには警戒は必要ですけども、チャートの崩れとか、そういったものを今は考える必要もないのかなというふうに思います。ショート勢も相当苦しい状況にあるかと思います。ですから深い内が入ってしまったら環境の変化というところが若干見えてしまいますんでね、強いトレンドを見ていこうと思えば浅い内からの高値更新、もしくは深い内が入ってきた際には、少し調整局面なんかもお警戒をしていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見てもここで足場を作ってるんですね。どのチャートを見てもしっかりこの足場というのがあるんです。この足場というのが個人的にはすごくやっぱり強いトレンドを生む要因にもなっているのかなと。波の起点が148円の80あたり、ただ現在も149円の真ん中あたりまで来てますんでね、ですからこのあたりをバックに買いたいところなんですけども、ちょっとこう遠いとリスクが大きいということになりますから、別のサポートを今日は探していかないとなかなか買っていくのは難しいかもですね。そうするとこのあたりで一旦の調整は挟んでくれた方がトレンドには乗りやすいかなと思います。ということで、僕の最初の仕事というのは、このサポートを探していくというところになるかなと思うんですけども、ただこの押しですよね、これだけ強いトレンドが出てますから、そんなに深い押しをそもそも想定しなくてもいいのかなと思います。ですから逆の言い方をすれば、深い押しが入ってきた際には少しこう疑ってみていく、
週足を思い出していただくと、この10週間ほどですか、ずっと上げ続けている相場なわけで、それなりに成熟はしている相場になります。いつ調整に入ってもおかしくないというところもありますからね、その調整の動きにもしっかり備えてはいこうかとは思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD、 1時間足に冷え性を重ねています。ここ最近ちょっとこの売りが強いですね。昨日なんかもしっかり売りは入っていましたけども、ただ、後半に買い戻しが入っています。ではこの買いはどこから来ているのかというところで、チャートを見ていくともサポート割れてますからね、売りしか見えてこないですよね。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。ただ週足を見ていくとサポートは同じように割ってきているわけですけども、今日の買い戻し、もしかしたらこのあたりのサポートを意識しての買い戻しなのかもですね。買い戻されたからといってこうすぐに反転を見ているわけではないんですけども、ただこのあたりは調整の動きはすごく出てきやすい、過去にこういった動きがあるわけですから、今回もこのあたり調整の動きはあるかもですね。そうすると調整ですからレンジを疑うと、レンジを疑っていくんなら今のこの位置がレンジの高値圏なのか安値圏なのか、イメージで見ていくんならこのあたりは安値圏にもなってきそうでね。であればこういった値動き出てくると、ショートは少し気をつけてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。少しこう突っ込んだ環境において買い戻しの動きも見えてきたというところかなと思いますから、ショートをしていくにしても売る場所ですよね。$33,500前後、このあたりは安値圏になってくる可能性というのも少し頭に入れておきたいと思います。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD、 1時間足に冷え性を重ねています。この日経平均もここしばらくちょっとこう押しが深い状況なんですけども、ただなんとかこうサポート見えてきたんじゃないですかね。32,000あたり、下落の流れを一旦止めたという形が、今週少し見えてきたのかなという気はしますね。ですから現在地は安値圏から買いが入ってきている状況ですから、何もこう波の強い反転とか、そこまでこうイメージしているわけではないんですけども、ただ流れを止めているわけでね、下がったり上がったりという動きぐらいは見てもいいのかなと思います。現在地は安値圏ですかね。この位置から売っていくというのは少し難しいのかなと。チャートが弱い、だから売りたいと、これは全然いいと思うんですけどね。売っていくにしても売っていく場所はあるんじゃないですかね。しっかり戻りを叩きたいところですね。はい、変わりましてこちらが金の CFD、 1時間足に冷え性を重ねています。この金相場ちょっとこう苦しくなってきてしまいましたね。ここ最近僕この金に関しては強さを見ていたんですけども、一昨日ですか、サポートを割れてしまった、この動きは少しやっぱり気になりました。この動きで下落トレンド下への波が見えてしまっていますので、仮に戻りが入っても戻り売りは意識していくということにもなります。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。安値を更新してきましたので、今の現在地を改めてこう振り返ってみたいと思いますけども、そうすると今のこれ安値割ってきてるんですけども、ただこの週足まだ確定してないんですね。この位置で、チャートはすごく弱かったわけでね、売っていくのもありなんですけども、ただこの位置なんですよね。もちろんこれ抜けてしまったら完全にロング勢は苦しいですけどね。ただまだはこれ分からないところあるかなと思います。$1,885前後ですかね。このあたりの攻防というのを注目したいと思います。はい、ということで、ドル円ですけども149円の真ん中と、相当強い流れが出ています。上昇トレンドもしっかり出ていますから、今日も高値更新はしっかり見たいということになりますけども、ただ今日高値更新してくると、いよいよ150円が見えてくるということにもなりますかね。もちろん介入への警戒というのもありますけどね。ただ実はここ最近の動きって、ドルがすごく強いんですね。円が売られているわけではないんです。そういった相場に対して円買い介入を行ったところで、どこまで影響あるんかなと思ったりはしますけどもね。仮にこう円が弱い状況で円買い介入を行えば、これは効果もあるかもしれませんけどね。今はドルがすごく強いですから、このあたりもしっかり考えていくべきかと思いますね。なかなか介入していくにも介入しづらい相場ということにもなっておきそうです。ただ実際のところどうなるかは分かりませんのでね、もちろんですけども、ロングをしていくんであれば、そういった介入の動きとか、また調整の動きですよね。そういった動きでもしっかり備えてはいこうかと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっていますので、参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。